夢ラジオ第991回、今日は平成29年12月28日木曜日です。時刻は午後3時回りました。横浜港北、空は晴れて太陽が輝いてますね。ランドマークタワーもベイブリッジもその太陽の光浴びてくっきりですよ。浮かび上がっています。向こうの房総半島も見えますね。冬の午後というか年の瀬の午後、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。991回目の夢ラジオ、今回はアンティオイディプス取り上げます。アンティオイディプス、1年前の今頃に一度取り上げ、今日は2回目、また新しい視点からこのアンティオイディプス考えてみましょう。まあでっかい書なのでいろんな読み方ができます。欲望、この欲望が中心にある、ざっくり言えばそんな感じですね。そしてその欲望が身体の方へと侵入してくる。するとその身体は侵入してくる欲望を迫害とみなす、侵入とみなす、だから身体は入ってくる欲望に対して反発しようとする。この入ってくる欲望に身体が反発しようとする、これをパラノイア、パラノイアとは身体の欲望に対する反発作用、こんな言い方してますね。身体は欲望しかないんですが、だから器官なき身体、コーソンオーガン、これは前の回でもお話しましたね。コーソンオーガン、器官なき身体、まあ、欲望しかないんですけど、その欲望が入ってくるときには身体というのはぐっと抵抗しよう、反発しようとする。でその反発作用がパラノイア、偏執狂と訳しますね。一点集中、偏執症とか。でその一点集中はお勉強ですよ、お仕事ですよ、芸術ですよ、ボランティアですよ、この世の人間の活動すべて。それはドゥルーズ語りによるとパラノイア、入ってくる欲望、その欲望への身体の反発作用。ってことははっきり確認しておくと、身体と欲望との間には反発作用がやはりあるということ、これは確認しておきましょう。とはいえその欲望が中心にあるわけで、身体は逃れることできず、結局器官なき身体、あるのは欲望だけ。そんな生き方の人間を欲望機械、欲望機械と呼びますね、ドゥールーズ。そしてその身体は器官なき身体と、欲望があるのみ。
そう、その欲望機械は欲望という形でこうつながってんですよ、他の機械と。ってことはドゥールーズ語りのスキームでは欲望っていうのはやっぱ社会的なんですよ。地下でつながってる。そしてそれぞれの機械は、まあこれが人間なんですけど、その欲望機械はなんとなく部分的にその地面の上にある、でその欲望機械は機械であるからには連結したり接続したりまた離れたり、リゾームですね、前お話しした。でこの最初にあった欲望と身体との間の対立関係、この対立関係に対してドゥールーズは独身機械みたいなことを言ってますよ。独身機械、つまり一人でポコッといる機械、まあ人間ですけど。でそれは性を持たない、一つの性じゃないし、性は性ね、立身弁の生きるじゃなくて、その一つの性を持たず、じゃあ男女という二つの性ですか、うん、その独身機械はこうちょっと面白いんですけど N 子の性を持つと、へえと、もう N になっちゃうわけだ、 N 子の性を持つと。まあこのドゥールーズの言う N 子の性というのがね、今例えば渋谷区なんかの渋谷区条例の同性愛なんかも含むのかどうか、そういうのにつながっていくのかどうか、まあ今回の放送では立ち入らないことにしましょう。まあその独身機械、そこにある性は N 個ある、つまりいくつもあっていいと。そしてそれが結合したり離れたり、だからこの独身機械という、これをパラノイアを防ぐ、まあ、一つの手段と思ってるようです、ドゥールーズ。つまり固定した性で固定したパートナーで、そうなった場合一点集中ですね、固定、それはパラノイア。 N 子の性で行こうよ。あ、そうですか。それを実践したのがフーコーさんですか。独身機会は置いとくにしましょう。アンチオイディプス、歴史的な分析やってますね。原始的な時代から、原始的な時代、土地、誰の土地かが重要で、その土地を誰が誰に貸すかが重要、つまり土地の登記、そして土地に関する債権と債務、結局高度化の社会、これが原始的な社会と。いろんな例が挙がっていますが、ざっくりお話しますね。やがて絶対君主、中世の終わりあたりから絶対君主、この絶対君主はその土地を媒介とした高度化を超えてるんですよ。その上に立ってる超高度化、つまり高度を支配し高度を書き換えられる、あ、確かにそうでしたね、先制君主、王権神授説
にのっとって、もう王権は神から与えられ、だったらそりゃこの世のコードはいくらでも書き換えれますよ。つまり超高度化が起きた。高度化から超高度化。高度を超えるものが現れた。そして資本主義社会。ここでは資本が無限に増殖し、伸びていく。脱高度化。つまり高度が一旦作られたと思ったら、また次の高度にさっと書き換わり、で、またある高度ができたかと思ったら、さっと書き換わり、脱高度化。けれど、その脱高度化の資本主義社会にあって、資本、これはかつての土地と似ていると。資本、その資本を誰が持つのか、そしてその資本の債権と債務関係、なんやと。資本主義社会になってもう一回脱高度化したはずなのに、昔の高度化に戻ってるんちゃうか。ここは無限に脱高度化を進めよう。そのためには、分裂症、ここで出てくるんですね。分裂症が、スキゾフレニー。なんかさっきの独身機会っていうのとなんとなく似てますね。独身機会とか、この分裂症、スキゾフレニー。つまり、境界線をさっと飛び越えていく分裂症はね、普通統合失調症って言われますから、分裂症なんか良い呼び名ではないはずなんだけど、この境界線をさっと飛び越えて、とんでもない方向に行ってしまう、この分裂症を、いや、称賛してるんですよ。この分裂症のスキゾで行くぞと。このスキゾで脱高度化をずっとやっていこう。再び高度化や超高度化の社会に戻しちゃダメだ。まあ、その一つがさっきの独身機会だったのかもしれません。そしてそのスキゾ、逃走するんですよ。逃げて走る、逃走。もう無数に穴を開けてね、社会に。そしてその無数に穴を開けて、もうあっちこっちからヒュヒュッとこう逃走する人が。そうすることによって、それが次の革命的な力になる。マルティチュードってことでしょうか。あっちこっちに穴を開けていってね、そして出たり入ったり、もぐらたたきみたいにして、それをもう社会の至るところでやる。それが現実を革命する力になる。革命ってことは出てきますよ。逃走じゃあちょっととは思うけれど、これちょうどインターネットにはぴったんこのモデルですよ。みんなが匿名でもう言いたいことを言って、そしてあっちでこんな意見、こっちでこんな意見、そっちでそんな意見、バラバラ。けれど、そのうねりみたいなもの、バラバラなんだけど、うねりみたいなもの、それは地下でつながってて、ね。その地下でつながってる、それを無意識と呼ぼうと思えば呼べるかもしれない。集団のね、無意識。ビッグデータ。で、その分裂症とだけ聞くと、逃走とだけ聞くと、と思っちゃうんですけど、その逃走をとことん肯定的に考えて、
つまり通常の責任取らずに逃げるとかね、自分の言ってることをコロコロ変えるとか、そういう風に取ると闘争じゃーって思うけど、もうちょっとよく取れば、もうちょっとドゥールーズに寄り添って評価すれば、そうかと、固定した立場を取らずにね、自由に軽やかに、そして孤独に陽気に、いろんな発言をしていく、いろんな人が、そしてその人は社会のあちこちで結合しては離れ、結合しては離れ、けれどどっかではつながっている。そのつながっている、そのつながり方をインターネットと呼ぶのか、集団の無意識と呼ぶのか、ともかくそういう社会モデルと取ったなら、この1972年、もう45年前のこの書がアンティオディプス、おおと、この2017年年の暮れのこの日本も含めた現代社会をリゾームモデルという形で、あと欲望、期間なき身体、 N 子の性、こういう言葉遣いで、そういう身振りでピタッと言い当てている。991回目の夢ラジオ、今回はドゥールーズ語りのアンティオイディプス2回目取り上げました。今日は夕方に渋谷でのお仕事があります。今日は年末最後のお仕事、もう年の瀬、和服着て授業しに行くことにしましょう。中学生たちも喜んでくれると思います。